いどうも上田さんでございます。本日はアウェイトヨタスタジアムで行われた名古屋グランパス戦、相手はねただいま6戦全勝でノリノリということで、自分たちより上位にいるんでね、優勝とか目指したりとかするのであれば確実に勝っておきたい試合だったのですが、0-0ゴールレスドローでございました。やっぱり名古屋には相性いいし、なんだったら永井健ちゃんはね、古巣相手にいつも結果を残してくれてるのでね、今日も行くのではないかっていうね、淡いこの期待を抱いたわけですが、ゴール割ることができず、ゴールは1個割ったんだけれどもね、やっぱ幻のゴールになってしまったと。そのまんまゴールが認められたかのように、ずっとゴールラビジョンには1-0のままだったんでね、まあ誰が見てもゴールではなかったわけですが、そしてあとやっぱり今日の試合で気になったのはレアンだよね。やっぱりこの間やっぱりベンチに入ってちょろっとあれだったのに、今日またまたベンチ外ということで、どうなってるんでしょうということで、コンディションが悪いのか、それとも干されてしまっているのか、それとも怪我しているのか、まあちょっとよく分かりませんが、すごく気になりますよね。そしてやっぱり代表でね、活躍してきた田川だったりとか亮也だったりとか注目したわけですが、こういう試合でやっぱりゴールを決めてくれるだとか、アシスト決めてくれるだとかね、また次も選ばれるような活躍をしてほしかったわけですが、数字には繋がらなかったと。あとはあれだね、ちょっとおいたをしてしまった阿部柊君と肌の方君が坊主になって、まあ、黒髪になって、そして試合終わった後ゴールラに挨拶しに来た時にはなんか深々と頭下げてるのが印象的でしたね。そしてまあその流れで言うならば、その穴をこの期間埋めてた小玉、まあいいよね今ね、そして玉良かっただけに、2人が結果残してなくて、待ってました阿部柊やっと帰ってきた、お帰りとか肌の方お帰りとかいう状況じゃないっていうことが逆に素晴らしいんではないかと。やっぱりこっからまた競争も生まれるだろうし、阿部閉まってましたってなってたら、やっぱりちょっと何かあってもみんな簡単に許しちゃうムード、そうじゃない感じ、ここで逆にまた信頼を取り戻すために彼らが活躍してくれればいいということでね、そんなことを感じた次第です。そしてまあ試合終わった後拍手しかできないという状況の中、グランパスの選手も東京のゴールの前を歩くわけですよ。その時にやっぱり丸だとか、あとね米だとか、ちゃんと東京のファンにこう手を挙げてる姿っていうのもあったよということはお伝えしておきましょうという感じですかね。次はホームの札幌戦、水曜日、勝ちたいね。どんどん離されちゃうよこれ、勝たないと。勝ち点1個ずつ進んでるけれども、まあアウェーで負けてなかったことが幸いということで、今日はいいのかな、それはやっぱ次の試合の結果次第と思います。まあそんな感じでございました。どうも上田聖久です。どうも。はい、プロレスのリングがあります。どこの団体がやってるのでしょうか。